マシュー・ジョン・ワイズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディの軍モントクレア出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギ現在は、MLB のロサンゼルス・エンゼルスの投手コーチを務める。1993年の MLB ドラフト54巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、この時は契約せずに、ペパーダイン大学へ進学した。カリフォルニア州立大学。 フラトン校へ移った後の1996年は MLB ドラフト64巡目でニューヨークヤンキースから指名されたがこの時も契約しなかった1997年の MLB ドラフト6巡目でアナハイムエンゼルスから指名されプロ入り2000年8月2日にメジャーデビュー2004年のミルウォーキーブルワーズ遺跡後よりリリーフとしてメジャーに定着したその後 ニューヨークメッツでプレーの2008年を最後に引退した。引退後は2012年から2019年まではロサンゼルス・エンゼルス参加のマイナーで投手コーチを歴任した。2020年からはエンゼルスでブルペンコーチを務める。2021年2月16日、投手コーチだったミッキー・キャラウェイが不祥事により職務停止になった事態を受け、投手コーチ代行を務めることが発表された。 5月26日に代行の肩書きが外れ、正式に投資コーチとなった。オーバースローから投げ込んでくる速球とスライダー、チェンジアップのコンビネーションで組み立てていた。ありがとうございます。